主人様、まだ怒ってらっしゃいますか？スーのことお嫌いですか？ご主人様。あるんだな、夢と夢。ごめんなさい、そんなつもりじゃなかったのに。夢って二つ漢字があるんだな、夢と夢。力は変形して感染するんです。勉強のような願望の世界だったって、そう。
ごめんなさい。止めようとしたけど、どうしたらいいのか。ご主人様、スーのことお嫌いになりました。ごめんなさい。スースー、ご主人様にだけは幸せになってほしかったのに、こんなこと。スー、
して自分じゃないかって思ったです。立花様がいなくなった時も、平原寺様がいなくなった時も、なんとかしようと思ったです。きっとウイルスか何かでも入ったんじゃないかって思ったです。でもす、わからない。自分の中をスキャニングしても、どうしてこんなことになっているのかわからない。さくら様がご存命の時にはこんなこと起きなかったのに、ごめんなさいご主人様。そんなことないです。ご主人様、今でもスーのこと、スーって呼んでくださいますか？ご主人様、主人様、スー、ご飯を探していました。スーのこと、まだ怒っていらっしゃいます？夢織の力はやっぱり悪い力なんですか？おやすみなさい、ご主人様。主人様、
主人様、スーを起こしたこと後悔してますか？いいえ。